Nasıl dedi? Şimdi no, ayıstan sonra işte nelerden farklı olduğunu kadar mı ya? Ama işte nelerden farklı あの。
もしらんね。でもやっぱり本当のことを分からせてもらっていこうと思ったら、やっぱそういうことじゃないでしょうかね。私たちは仏様の教えを聞いてね、まあ、先ほど先生がおっしゃったね、後ろに指さされたことがないし、後ろに目が向かして後ろに行ったら目指さされたことないのが分かるかもしれないね。また本当のことを分からんよっていうようなね、ただ自分がそのように思うと。だから今からね、別に言えばさしたらええな、これさなんて言うけども、先生の教えてくれた先生の頭の働きが私を通して現れてるね。今私が2014年にパスタしたのも自分のパスタなんて思うとるけども、あれはパスタ日の通したが、私を2014年にパスタするようにしてくれたんです ね。そうするとある意味から言うとおめでとうと言ってもいいかもしれないけども、ある意味から言ったらありがとうというのが本当かもしれない。そこからそれぞれの、ね、一人一人の受け取り方でございます。じゃあ信心というのも同じことなんですね。信心したら大抵自分が信じるんだとこのように思ってますよね。皆さんどうですか、そのように思ってませんか。自分が信じなかったら誰が信じるんですか。だから私が信じたんですよってね、これ言いたいね。でも信断したのは他力の信心とおっしゃってね、ここらをよく味わわないといけませんね。ということは今日は診断書のね、土生基本論だから、普通でしたら、生月命日、こういうことになる。ね。皆さん、今日のいろんな言葉使えるね、だんだんもう、ポルトゲースで言わんとわからないようになってくるんだね。前と民国別人ではね、朝のお参りね、お朝りはね、Thank you.
今生きておる命も同じこと、自分の命だとこう言うけど、皆さん自分の命自分で自由にできますか？Consegue dominar a vida própria por si mesmo? 自分で自分の命を自分の命だからね、どれでも好きなようにするうちでね、好きなようにできますか？できてるように思うとけど、一つもできたら、自分で思うようにできるんだったら、素晴らしい人生を送り、もう苦しみなんかないっていうね、生活したらいいんですよね。Ah!
が笑顔になって仏様の教えを伝えるから、あるいは念仏を伝えるから、ねえ、生活ができるんと違う。親鸞聖人から預かった教えを私は皆さんにお伝えさせてもらう。それでは私の生きる力、また生きさせてもらっておる毎日なんですよ。そしてからありがとうしかないんですよ。まあ、時代がだんだん進んで毎日、今の世の中はシエンシアな高くなかと思う、ね、日本のテレビなんか見てたら、まあ、いろいろですね、まあ、言われてるんですけど、ねえ、まあ、今ごろね、あの、何て言いますか、金がない、ないって言うけどね、ありすぎて困っとるよね。せっかく親からもらった体にあっちに何かを詰めてみたり、こっちから何かを取ってみたりしてね。せっかく親からもらった体をいじり回して、どうしてそのためにあのどれだけ金かかるか知らんけどね。まだその上にね、かかわし、自分のない体の皮膚に、ね、デゼニアしてね、そしてそのデゼニアのご地域がデゼニアをしてね、そして受け出せるならいくらもポップ見てるようにして、なんか奪ってみたいな。それでいて自分はポニートだくらい、あれ体中にあのタトワージにしようって、なかなか皆さん別気だしてください私はそんなに良くないけどね、
今ほぼじゃね。Thank you.
聞いたまんま私の中に受け取らさせてもらうことが私にとっては信心なんです。お客様が教えてくださった本当のことが私の中で私に本当のことを分からせてくれるようにしていってくださっている、その働きがこの念仏の働きなんです。これが仏心なんです、ね、そうしてみたら私たちは仏様の教えを聞かないな。でもだんだん聞かなくなっていくよ。この頃はね、だんだん若い人は失礼ですけどね、だんだん年が時代が変わってきますとね、もうよくあることですけども、自分たちにはもうお仏壇はいらんから、お仏壇はもう他のなし映画だから、お寺の方で何とかしてくださいしね、お仏壇もお寺にね、エントリーがある。そういう人が増える。それで世の中が良くなるよりかつてね、悪くなるばっかり、お仏壇もいらんからしてね、お寺に持ってくるのが増えるほど世の中は悪くなる。何にもどれも悪くなってエゴイスタになってしまって自分のことしか考えない、ね、親からどれだけしてもらったかというようなことはもう無理です。自分が思い、自分が少しでも、ね、自分の思いができたらそれが一番大きな。さっき彼に言ったように自分で思いを自分の、ね、考えたりしておる、できておるかというのは一つもできておる。それでいながら飛ばせると、飛ばせると思っていきよるね。そういう私を仏様がかわいそうだな、何とかしてわかさねえかなってね、ご縁を結んでくださるのがこうしてこう聞かせてもらえるということなんですよ。そしてみたら仏法を聞かせてもらえるこのオポルチュニタ、チャンスはやっぱり今日は親鸞聖人が与えてくださったチャンスでございます。自分の命日を通して私たちにお念仏を聞けよう、受け取れようとね、伝えてくださっているね。そのことをいただくことが何より大事でございますね。で、まあ、今日はこうしてね、たくさん来ておいてくださいますが、以前はね、この温度がいっぱい座る場所がないぐらい、まあ、15日、20日がね、なんか、今日は出るから過ぎたらね、写真見るのが最近ね、で、だんだん減っていくんですよ。増えればいいんだけど減っていくんです。悲しいことに本当のことをしようと思う、また本当のことを知らさせてもらうチャンスを変にする人が増えてきた。それが今の私たちの中、ね、どうぞこうしてご縁に合わさせてもらっている自分が幸せなんだよと知らさせてもらうことが何より大事でございます。そして仏様の真実に合わさせていただき、仏様の大きな御慈悲に包まれていくまんまが私が救われていく姿なんだよと教えてくださるんですよ。で、今ね、救われてたらなんかこの世でね、自分の思いになったとかいいことが忘れちゃったとか、それが救われたよね。まあ、何という宗教か知りませんけど、テレビに出てくる宗教なんかあります。3時を前の人が来てね、座っておる、ね、そして杖をついてね、何もしながらね、ね、一歩行きながら出てくる、ね、あるいは彼ら地方出てくる、ね、そしてそこでお話ししておる、パートレーが何回ご縁にかかるか言うたらね、それを
初めの人の話は後の人の先生の
親鸞聖人の開かれた浄土真宗の御教えでは、信心が根本です。そのわけは、自力の計らいを捨て、一心に阿弥陀如来に祈願すれば、思いも及ばない優れた本願の働きによって、如来が私の向上を定めてくださるからです。向上が定まったそのくらいを、一年発起入生成就と示されています。そして、信心を得た後に唱える念仏は、如来が私の向上を定めてくださった御恩を応じる念仏